私斉藤夏は同じ学校の小林太一くんと超ラブラブなのです。そこに新しく赴任してきた保健の先生の北条薫子、なんとこの先生が男子生徒のバージンキラー。その北条が目をつけたのが、こともあろうに私の可愛い太一くん。キスも済ませたラブラブの私と太一くんを引き離すなんてできるもんですか。北条に連れ去られた太一くんを絶対救い出してみせるんだから。私から逃げるなんて100年早いわ。太一くんどこにやったの。知りません。じゃあなんで逃げたのよ。それはいい加減に吐かんか北条の犬が。あのババアはどこにいんのよ。あいつが私の太一くんを拉致ったでしょ。知りません。助けて。分かったよ。もういいよ、聞かないよ、時間の無駄よね。僕もアンジェリーナが拉致されてるんで下手なこと言えないんだ。もういいよ、私一人で探すから。命に代えても太一くんを救い出す。待って、もし太一くんがバージンじゃなくなってたらどうする。太一くんは太一くん、どんなことがあっても取り返すだけ。僕もアンジェリーナを取り返しに行くところだったんだ。一緒に行こう。僕についておいで。乳首島くん、知ってるんだったら早く答えんかい。え、大地くん今行くわ。結局こうなるのね。決めポーズ、月のポーズの勝負、そんな月何かがほとばしる、手探りでも描くように描く、傍らにあるオリジナル、誰かに言いたくなる Thank you、 気づけばまた夢の途中。私がなぜあなたにこんなにも惹かれるのか分かったわ。私の家にはとても美しい人形があったの。私はその人形が好きで好きでたまらなかった。でもそれを母は私に指一本触らせてくれなかった。私がその人形をどうしたかったか分かる？めちゃめちゃに壊したかったの。やっとお目覚めね。ここはどこ？心配することないわ。ここは私の父のホテル。あなたに大人の世界を見せてあげる。やめろ。さあ大人への儀式の始めましょう。俺は先生なんかとしたくない。なっちゃんじゃなきゃダメなんだ。なんですって？なっちゃん以外の女性に興味ないんだ。
私の誘いを拒む気？悪いけど先生じゃダメです。でもあなた初めてでしょ。ただでさえ女は初めてって死ぬほど痛いのに、あなたみたいな経験ゼロな人がしたら彼女どんなに苦しむかしら。なっちゃんが苦しむ？それはそれはもう大変なものよ。練習させてあげる。いい時に何なのよ。え、ネズミが2匹入り込んだ斉藤夏と乳首島。なっちゃん、ちょっと待ってて。小林くん、あなたにはもう一眠りしてもらうわ。その後でじっくり楽しみましょう。やめろ。私よ、斉藤夏は適当にいただいちゃって構わないわ。乳首の方は生ゴミと一緒に出しといて。先に斉藤夏の最後を見とってやろうかしら。なっちゃん、今行くからね。すみませんね、気が遠くなる。なっちゃん、もう逃げらんないよ。これ生ゴミで出しといて。 OK。なっちゃんの声、助けてくれ。久保島くん、離してこの野郎。静かにしろよ。こういう元気なことやるのも面白そうだよね。なんだお前、一瞬散髪で。なっちゃん、この野郎。なっちゃん大丈夫だった？何もされなかった？この野郎、この野郎、この野郎。アンジェリーナ、いじめられなかった？ごめんね、辛かったでしょ。絶対に乳首島くんが迎えに来てくれると思ったから。大丈夫、アンジェリーナ。私たち邪魔なようよ、行きましょう。そうだね。大したことないよ。どっか手当てしないと。行こう。見せて。痛そう。大地くんかわいそうに。大丈夫だよ、なっちゃん。なっちゃん、
きにしていいよ。ごめん、やっぱりできない。なんで知ってる？女の子の初めての時って死ぬほど苦しいんだ。俺初めてだから、きっとうまくできなくて、なっちゃんを辛い目に遭わせちゃう。そんなこと別に気にしなくていいよ。俺決めたんだ、特訓してくる。それできっとうまくなって帰ってくるから。大地くん、その時が来るまで待ってて。それじゃ。大地くん、少し寂しいけど、僕は斉藤さんと小林くんが結ばれて本当に良かったと思ってるんだよね。だって二人ともとっても幸せそうだもの。あの二人を心から祝福できるようになったということは、僕も少しは成長したということかな。竹部島くん、とっても素敵。ありがとう。何が正常よ、こっちは全然正常なんかしてないんだから。あんたか北条家がエッチな修行なんて変な話吹っ込んだんでしょ。大丈夫、落ち着いてよ。落ち着いてなんかやらないわよ。そのおかげで今大地くん何て呼ばれてるか知った。誰にでも足を開く男だ。ダッチくんね、ダッチくんね、ダッチくんね、ダッチくん。こういう形でいいの？うん、もっとこうやって足をこうやってやって。いい加減にせんか。許してください、コーチ。私は悪くないんです、誘われただけなんです。誘われれば誰とでもするのか。そんなことありません。ただ相手が小林くんだったんで。その根性が気に入らん。貴様、女として生きるか、いっそ死ぬか。小林。